さあ始まりました、ブイバルス。はい、始まりました。今回は新しい企画をアフロが持ち込んだと。というわけで新しい試練、はい、ドラゴンクエストライバルズ検定。そう、ほう、今まで爪ライバルズのね、はい、いろんな問題チャレンジしてきたと思うけど、はい、今回はもうガチテスト、これの全問正解を目指していただこうと。ね、今回は初級編、比較的簡単な問題。比較的簡単。そう、10問再度クイーンが解いていただき、はい、正解したね個数ごとにランク付けしてあるから、そう、全問正解してレジェンドを目指していただこうと。はい、そう、頑張りました。というわけで早速ドラゴンクエストライバルズ検定いってみよう。よっ、ででん、これアフロが不思議な第1問。ドラゴンクエストライバルズにて手札は何枚まで持つことが可能か。お、これがもう簡単です。10枚。お、ファイナルアフロ。ファイナルアフロ。成功。まあ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 、ね、まあそう、皆さんね、まあ分かってると思うけど、はい、そう、ドラゴンクエストライバルズで手札10枚までしか持てない、はい、10枚以上手札入るときは破棄されるという、うん、そう、そのまま、まあ、死亡した扱いというか、はい、まあ、亡くなった扱いになっちゃうよっていうね、つけないとね。そうでね、一個言うと、はい、ゲマとかの効果はね、この時発動しないのよ。おお、そう、引いて11枚目だったりすると手札に加わったりしてないからダメージを受けないという。そっか。第2問。第2問、魔族の騎士などのね、はい、テンションスキルあるけど、あれによって、つまりカードの効果によってユニットが出る際に、うん、どのような順番で召喚されるのかを下の図に書き入れよう。でね、多分画面の方にはね、はい、あのライバルズのあれが多分出てきてると思うから、そう、はい、皆さんもそれでね、見て答えてほしいという。はい、はい、これはもう簡単ですよ。お、すごい、はい、やはりサイトV、最近学んだからこれ。何、数字を書けばいいですか。あ、数字でも全然いいよ。はい、というわけで右上から下に、はい、そしてまた左上に行って、どっち向きなんだろう、こうかな。そうね、こっちに、こっちがリーダーとして、そうね、こう、こう出ていくと。そう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 、はい、じゃあ、まあくどいからもうファイナルアフロとか言わないけど、はい、この順番でよろしいか。いいです。成功。よい、これね、そう、皆さん知っての通り、ライバルズは自分から見て前列の一番上から下へ、はい、そして、その次に左上の、まあ、要は後列の、まあ、上から下へという順番で、うん、まあ、交換によってユニットが出る際とか、はい、っていうのは、あの、まあ、そこからの順番に当てはまって出てくると、うん、これをね、うまく使うと、まあ、イエローシックルをね、相手のね、スタロナイトの場所に合わせて出したりとか、うん、っていうことが非常に簡単になるから、ぜひ覚えておいてくれよ。はい、というわけで第3問。3問、次のうちステルスを持っているユニットはどれ。1、亡者の人玉。2、海坊主。3、ホイップゴースト。4、シャドウ。え、さあ、ステルス。そう、ステルス結構持ってるやついますよ。いない。うん、いや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 、ね、答えはね、ただ一つ。攻撃狙われないやつですね。そう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 、はい、行動するまでやられないやつ。そう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 、それを持ってるユニットは、まあ、この中でただ一人。そうでしたっけ。テレフォンとか使う。使っていいの。使わないよ。じゃあよろしいか。はい、では回答をお願いします。はい、1番、亡者の人玉。亡者の人玉。はい、残念。違ったっけ。残念、残念 V。 嘘。正解は、はい、海ボーズ、オーシャンザボーイ。そう、ほうほう。これでね、 V はちょっと一問間違えちゃったけど、まだまだね、はい、上のね、ランクを目指して上のランクを目指しますよ。はい、そう、続きまして第4問。はい、計算問題になります。計算問題。はい、はい、オーシャンクロー。オーシャンクロー、ご存知ですか。はい、オーシャンクローに力の種を2枚、はい、幸せの種を3枚、
封印の杖を1回、覚醒の果実を2回、今申し上げた順に、使っていった場合に最終的なステータスはどうなる？ここでね、ね、普段トルネコ触ってない人からするとなんだこのカードっていう風になるからね。トルネコやってないからわかんないな。まあ、ただこれだとさすがに振りすぎるから、はい、オーシャンクローのステータスだけ教えとくよ。はい、3、4。はい、3、4でオーシャンクローがいて、そう、1、1上がるわけでしょ。そうね、封印の強さを封印したというのどうしましょうかしら。そうね、封印したということにして3、4だから90。正解！ああ、よかった、大正解！よかった大正解 V！ ちょっとやめてくださいよ、これ。はい、封印されたユニットはね、封印前の状態のステータス上昇効果すべて打ち消されると、はい、そう、かつもうね、オーシャンクローの11上がる能力は発動しなくなるから、はいはい、覚醒の果実の効果がそのまま適用されると。なるほど、つまり正解は攻撃力 9、 HP が10 と、 10と。いや、引っかからなかったね。引っかからなかったか、疑心暗鬼ですよ。というわけで、はい、第5問5問。効果が複数発動するときに、はい、そう、同じタイミングで、はい、いろんな効果が発動するときに優先的に発動していく順番があります。その順番を書きに書き入れよ。さっきと同じじゃないのこれ。さあ、いい顔するな、師匠。いやね、複数同時に発動するのか。まああれだね、妖術師、見習い悪魔だったり、はいはいはい、たくさんいる時にメロって振った時にね、そう、どういう順番で発動していくかね。さあ、ただこれやっぱ問題の意図を組むとこう同じじゃないっていう可能性がなるなと。さっきの出題2番の問題とは違うんじゃないかという。なるほど、私なりの推測。なるほど、を踏まえ1、2、3、4、5、6。なるほど、右上左上、はい、上から順番にこうこういう感じでね、こういう感じで。なるほど、はい、返しちゃった。正解！なんて気持ちのいい男なんだブイ。これは問い2と同じという。そう。なんで意味？やめてくださいよ。いやね、これで皆さんにお伝えしたいことは、はい、ライバルズで何か、はい、そう、カードの効果で何かが送る際の順番は全て同じということですよ。そう、例えば能力が発動する順番であったりとか、カードの効果で何かができたりするときも全て同じ、皆平等、世界のルールは平等である。でね、前の問題で引っ掛けしてね、どうせまた疑ってくるかなっていう悪の意地はね、完全に疑ったよ。さあ、というわけで5問中今 V は3問正解。やばい、これはやばい、ちょっと危ない感じがする。危ないよ。そう、危ないよこれは、はい、というわけでライバルズ検定初級編、はい、後編も見てくれよな。見なくていいよ。じゃあ見て。